駆けつけてきてやったぜどうだ水くせえな俺様とお前さんの中じゃないかそれにしてもお前さんが一番にクリアするとは思わなかったぜ初心者だったお前さんが今じゃ GGO1 だもんないやすげえと思うぜおめでとうああ大したもんだちょいと悔しいが男なら よく認めないといけねえ,えへへ私のマスターが一番なのですマ中クエストクリアの話で持ちきりだお前のランキング1位も夢じゃないぜランキングだけじゃない実力もトップだよ、はあいいこと思いついた僕と手合わせしようそれはいいな ハイパーセンスをぜひお姉さんにも見せてくれついでに詳しい特徴を教えてくれればなお嬉しいなダメだよスキルの情報を漏らしちゃう GGO に一つしかないお宝なんだから大事にしないとみんなから大絶賛じゃないあんたもこれで名実ともにトッププレイヤー入りかなんか先越されちゃったわねすごい人たちね みんな心から喜んでいるみたい私のマスターもあなたに引っかかりました否定はしないけどまさかソロをやめてスコードロンに入るとは思わなかったわちょっとシだけど悪くはない気分よそれに私一人ではあのクエストはきっと達成できなかったもの俺も同感だな ソロはソロで楽しいけどこういう達成感は仲間がいてこそだと思うアバシスもお母さんに会えたしいっぱい報酬ももらえたし今日は最高だなマスターお話ししてばかりですが食事はしていますか何か食べ物をとってきますよマスターが笑顔ならそれが一番ですでもさっき元気がない人を見かけました そういえばいつでもどこでも空気を読まずにベラベラしゃべる腹黒男がいないわねさっき外に出て行ったんだけどまだ戻ってないのかしら外に何か用事がもしかしたら少し気まずいのかもしれないわね最後にあなたと真逆の判断をしていたからあいつデリカシーはないくせにデリケートだから。 気が向いたら声でもかけてあげて今日はせっかくのお祝いなんだから